こんにちはクリスです今日はね、ちょっと Vlog スタイル、ブログをね、ビデオにするとね、Vlog って言うんだよね、ちょっとこの景色見えるかな なんか素敵だよねここ <laughs> 素敵じゃないなんかいい感じだよねこれなんだろうねあれなんかめっちゃ可愛いんですけれど何ですかこれねはいということでですね今日はね b ログっていうスタイルでマジねあ,あの簡単にラフな感じでビデオ撮っていきたいなって思いますその方がねね特にねこういうい 新しいことをやるときに完璧な形を最初から求めるとよく失敗するんですよね、本当に。ね、だからこれ何回も何回も僕こういう動画撮ろうとしてるんだけどね、完璧に撮ろうとするとうまくいかないんですよ。ね、あ、車だいいいよねっていう形なので、今日はラフな Vlog 楽しんでください。イイエーイ ゴーストランチっていうところなんだよねゴーストっていうのはもちろんね揺れ揺れっていう意味でねであの、ランチっていうのはねお食事ではございませんランチっていうのはねなんかファームハウスみたいな感じで英語でランチっていうの、ね、よランチねなので ここはね、えー、っとすごいあの有名な、ね、アーティストの、ね、女性の方がね1950年代かな、もっと前かな、そのぐらいの時にニューメキシコ州に引っ越ししてあの住んでた家とかがここにあるんですよ、ちょっと見えるかな、ちょっと近寄ってで,できればねその家を見た後に僕はブルーと一緒にねブルーもいるよ、そこら辺に。ね その後、ね、ちょっとあのー、山登りしましょう、ハイキングでなんかメインのテーマについて話していきたいなって思っております。と、はい、いうことでですねここに昔ね、ね有名なアーティストジョージョー・キーフさんという方がね住んでいらっしゃいました。はい見えたかな今 今日ラフだからね、ジョージョー・キーフっていう方、彼女はね、すっごい有名なアーティストで、ここに本当にマジ住んでたんですよ、ここ。<music> はい、すみません、全く見えなかったですね、<laughs> 全然なんかね、見えないよね。でも、まあ 本当にね。彼女がそこに住んでいたっていうことなので、まあそこはベッドがございましたので、すごいエネルギーは感じることができました。じゃあさて、この大自然の中に入ってね。大自然見えねえな。<laughs> カメラ減った。クリスクリス。ごめ、ね、んなさい。カメラもいないからね。ブルーもなんかね。ベルトに繋げて。まあここからね。ま1時間ぐらいハイキングをして。 でそこらへんのてっぺんに行けると思うんですよ、ちょっと見えるかな、ちょっと左側の方になると思うんだけど、そこのてっぺんまでちょっと歩いてね、あのメインのテーマの話にね、持っていければなーって思っております。Right. じゃあちょっと歩きますねへへ すごいところに来てるねやきみ。なんか今の見つけた？あなたは犬として最高です。すごいところに行くやきみ。いや、結構いいところに来たわ。ここできるかな？ね、おそらくこれできたらね。 上まで行けるんだけど安全第一なんでね僕たちは基本的にね無理しないタイプなんでね無理しないよね俺たち無理だったら大丈夫だよちょっとやってみたけどねちょっと最後のところができなかったそこまで行ってね ほおそらくね、もうちょい押してあげたらできたんだけど無理しなくなかったからね、ちょっと別のところでね、ランチ取りながらね、お話しできればなって思っております。えーぷ、ブルーあ大丈夫かな ヘイブルちょっとマイクの線が見えるでしょ、これ最近ねあのあのワイヤー、ワイヤー付きのマイクに変えたんですよ、ヘイブルこのハーネス、マジね、このハーネスがなかったら、おそらく僕たちは今のハイキングで,できなかったと思います、あれ、僕にあのバンジーみたいなハーネスでつくんですよ、だ彼女が落ちたら、僕が引っ張ることができて、僕が落ちそうになったら、彼女が僕を引っ張ってくれる、それはちょっと難しいけど、なんか、あのね、すごい,いいいハーネス、これで彼女をリフトすることができるのね。 どうもありがとうございました。今日、不思議な話っていうかエネルギーの話をしたかったんですよ、ね。エネルギーの話。なんでやねん、クリスって。なんでやねんって。なぜかっていうと、僕が最近学びさせていただいているのは人生を大きく変える方法っていうか、ね、自分が生きている人生をものすごいリフトしていく。 自分が予想できないように人生の運があこうやって言えば分かる,る運がめちゃくちゃよくなる方法みたいな感じなのよ。ね、で運を <laughs> 変だね運がめちゃくちゃよくなる方法だってどういうことかっていうとねあなたが自分の人生をよくするっていうことより 運があななたの人生を良くくしてくれるわけなんですよ「いやなんやねんこれな何の話すか?」ってね,ねおそらく、ね、僕は僕が昔なんかあの、ね、本当になんかあの神様みたいに信じていたのは人生を変えないといけない時は努力をしないといけないと。ね、で努力しないと悪いことが起こるよっていうのが僕の本当に神様みたいな存在でなんか僕がピンチになるといつもそこに戻るのね。 ね、努力しないと努力しないとああ悪いことが起こるって。でこれよく考えてみると前回のビデオで人生の地図っていうことをお話しさせていただいて3つの地図の読み方っていうのを説明させていただきました。ね、これ人生のの地図の読み方なんですよねで人生っていうのは、ね、3D なんですよね。ね前後ろ左右上下もあるんですよでどういうことかっていうと。 ね、まず私たちにはアチューメント、ね、チューニングってあるじゃないですかラジオのチューンを変えるって、ね、ラジオ局を変えるアチューメントっていうのができますどのようなチューンに僕たちは、ね、例えば幸せなラジオ局にマインドを持っていく幸せなことを考えていく感謝の気持ちとかまたは恐怖の中で入って、あのー、嫌なことをやったり人を傷つけたりとか恐怖の中で悪いことが起こるって生きてたりそのようなラジオ局もあります。 オクターブ、ね、それは高いラジオ局っていうのがあるよね幸せで、ね、軽くてピカピカしてて、ね、でまたは低いラジオ局オクターブっていうのもありますね。これはおそらく宇宙には永遠にあることなんですよねそらくそらく。らくナブで大切なポイントは固有振動数と 共鳴っていうコンセプトなんでですよねでこれなんやクリススピリチュアルかいって言ってそれはスピリチュアルだけど科学なんですよね。ね共鳴っていうのは科学なんですよもしここにベルがあってドーンっていうねなんか教会とかで見つけるベルがここにあって同じところ同じサイズのベルがあってここにドーンってベルを鳴らすと空気を通って、ね、こっちのベルがゴーンって鳴るわけなんですよ。 ね、どういうことかっていうと同じ固有振動数同じアチューメントを取っている同じラジオ局に合わせているものはエネルギーが広がっていくわけなんですよ。ね、でこれは、ね、大切なコンセプトだと僕は思うんですよね。例えば自分がネガティブなラジオ局に自分のアチューメントを合わしていると。 ね、低いラオクターブ、ね、例えば電車乗って、ね、こうやって、ね、サブウェイとかで足出しててなんやら,お前ら、何見てるやんって、ね、怖いですよね、こういう方たまにいらっしゃいますよね。ね自分もた,たまにやりたくなる時もあるんだけどね <laughs> でもし、もう一人このような、ね、お兄さんがそこら辺で歩いてるチンピラみたいなお兄さんが歩いてて何やら,お前ら、何やらとか言ってその人がそいつ見つけると足出してやると何が起こります何見てるやねみたいな感じで喧嘩になりますよね自然に喧嘩になりますよね。 ね、同じベル同じラジオ局同じ中面と同じ奥頭部が当たるわけなんですよ。じゃあポジティブの場合はどうなの、ね、自分が本当に愛を持っている思いやりを持っていて人が大好き、ね、地球が良くなるように幸せみたいな感じで足出してるお兄さんがいたら「ね、うん、って言ったら「あの人多分辛い環境で育ったんじゃないかな」って、ね「ちょっとスペース上げとこう」って、ね「その人の人生が良くなるように」とか言って祈るよね。 ね、でその人が何の「お何お前何乗ってんやねんお前何見てんやねん!」って言っても「あすみません」って言って当たらないよね当たらないよねそのエネルギーが。ね、でこの「僕が昔やっていた」っていうのはね何かピンチになったら僕は努力に戻っていたのね例えば経営がうまくいかないとか、ね、恋愛関係、まあ、恋愛関係っていうかその何て言うのかなあの学校のピンチとかねあの仕事のピンチとか。 何かがうまくいかないと僕はビクってなって努力ででそそれを直そうとしてたんですよ、ね、努力するもっと働くもっとチャレンジするっていう形で、ね、で努力っていうのは僕は素晴らしいことだと思うんですけど気をつけた方がいいことなんじゃないかなって思いますなぜかっていうと努力しないと悪いことが起こるよっていうふうになると何があなたの無知ねあなたの ね、背中のを、で、無知で打っているかっていうと、悪いことが起こるよっていう恐怖なんですよ。Okay、で、これからすっごいアドバンス的な話になるので、今僕が言っていることがあんまりよく理解できなかったら、全然大丈夫。とりあえず、最後まで聞いてください。ね。ここで、ね。いや、何言ってんの、クリス努力に。努力しないで人生うまくいくなんてできないよって。わかったわかった。OK? そ,そう思って,てください。OK? That's o k a y o、okay、だから、 で一応、ね、この人なんか変なこと言ってるなって思うけどちょっとオープンにしてあの聞いてくださいそうしないと、ね、ちょっとオープンを持ってないとあなたはずっと努力しないと悪いことが起こるずっと努力しないと成功ができないと思っていますでもしあなたがもうすでに成功しているんだったら僕の話は分かります、ね、悪いことが起こるから努力するっていう感じじゃなくてめっちゃ楽しいから努力する。 デッドラインがあるるから努力する楽しい悪いことが起こるいや悪いことが起こるっちゅうか、ね、もちろん,なんか仕事辞めてねなんかほっぽらかしにしてたらねそれはもちろん結果つくけど、ね、なんか怒られたから努力するとか悪いことからる努力するとかそんなレベルじゃないわけよやりたいから努力するとか自分でデッドラインがあって楽しいから努力するとかなんですよで努力を続けているんだけど結果が出なかったらそれは宇宙からユリマスからのなんかシグナルなのよ 違うところ登ってるよよみたいなな感じなのよそこに答えがないよって。で何を僕たちは自然にやるかっていうともっと努力しないといけないんだって思うわけよ。きつくなったらもっと努力するんだって。ね。それ当たり前だよって思ってる方もいらっしゃると思うんですよねで。他のやり方知らないでしょ。他のやり方っていうのがあるかもしれないんだけどそれを信じることができないでしょ怖すぎて。ね。それそうだよねね じゃあこの話を聞いてくれないかな ?OK? でどういうことかっていうとね僕たちの人生で責任を取っていくっていう面で考えていくと僕たちの考え方特に私たちが発言することこの世に残すこと人に言うエネルギー人に与えるエネルギーこれを 気をつけないといけなないいいと人にネ,ネガティブで当たるとか、ね、自分がこの世でどのようなバイブレーションエネルギーで行動をとっているのか、ね、あなたエネルギーだから自分が行動するとエネルギーが動くわけよ。ね。この責任は自分でしか取れないわけよね。でさっきの。 固有振動数の話に戻るんですけれどもあなたが恐怖の状態から揺れているベルあなたはラジオ局ですからねリアルにどのアチューメントを取るのかどのラジオ局に自分に合わせるのか。 ね、あなたが低いラジオ局に合わせてたらあなたもラジオ局としてその,そのウェーブそのバイブレーションその波をこ、ね、のように出して作ってるわけなんですよ出してるわけなんですよあなたがネガティブでいやなんか不満でうまくいってないんですって言ってそしてなんか電車乗るときになんか歩いてたらあなたもそのムルムルしてるエネルギーを出してるわけなんですよでそれを見てる子供とかもいるわけよそれを見てる、ね、お母さんとか赤ちゃんとかでそれ見てる人がいっぱいいるわけよでその人たちにもちょっと影響がいくわけよね でその責任っていうのもあるんだけどでも自分が高いバイブレーション幸せだったなーっていいよね人生ってき、ね、綺麗だよねってね人生綺麗だよねってニコニコしてたら、ね、子供とか、ね、赤ちゃんを抱えているお母さんとかも気づくわけなんですよで。そしてそれがもっと広がっていくわけなんですよね。で ポイントはすっごい簡単なのこのビデオのポイントはそれはね自分のムードと自分の前向きになるっていうことだけその責任を持つことが大切なのね。というかその責任を他の人が持つことができないわけなんですよ。 あなたのムードあなたが前向きでいるあなたが今日このアチューメントを高くしようって、ね、あなたが今低くなってるうわーってなってる辛いんだってなったら自分でそれをリフトする自分でそれを戻していくっていうのはあなたしか取れない責任なんですよ。でその責任を僕は今日から取ってもらいたいんですよ。ポジティブでいるって。 であなたがこのアライメントを低いところからポジティブに合わせるだけで自然に、科学的に100%人生に変化が起こりますそういうものなんです固有振動数っていうものは自分のエネルギーが低いとそれが現実に反映される引き寄せの法則ってあるでしょう、ね、これ固有振動数なんですよ共鳴なんですよ 自分が思っているところに同じ奥頭部のものが反映されるさっきの足出してるる、ね、チンピラさんの話とかあなたがポジティブに入れるとポジティブな人がもっと近寄ってきますいい話がポジティブな人っていい話持ってるからいい話が来ます、ね、でこれが気づけられるようになると私が自分自身いつもやっている仕事って私をダウンしてるんじゃないとか私が仕事でいる人たちって自分をダウンしてるんじゃないまたは 私が仕事にいるきに私がダウンしてるから周りの人をダウンしてるんじゃないって答えは自分で持っているんだよね。で大切なのはね運が運を良くしたいじゃないですか。運があなたは何をしないといけないのかっていうと家事を取るだけ。 アチュメントどこに合わせるのかアライメント自分が向かいたい方向今低くなったなって言ったらその責任その行動の責任持たないといけないからどうせ持たないといけないんですよ、ね。人を傷つけたらそのカルマっていうかその行動のアクションっていうのがあってアクションのリアクションっていうのがあって、ね、自分でねなんか人を傷つけたらその痛みっていうのは自分の心に必ず残ります。 ね、でこれもうやりたくないって人を傷つけたくないって思ったらその、ね、ごめんなさいって言って、ね「許し」っていうのが入ってきてヒーリングが起こると思うんですけれども、ね、そのような感じでどうすればいいのかっていうと行動は取らなくていいんですよ。 アライメントを合わせるだけなのそうすると運が入れるるようになるあなた以上の私以上の僕以上のこれ見てくださいこれ地球宇宙には運っていうエネルギーが流れてるんですよ運って運動の運でしょ動いてるでしょハイヤーパワーっていうか本当にあるんですよで自分が そのフリ q クエンシーそのラジオ局に撮るだけ舵を切るだけ自然にあなたの中にそれが入ってきてそれが人生に反映されますね試してください1週間本当に試してください、ね、でその高いアチューメントにいると何が起こるのかっていうと徐々徐々まだその高い 高いバイブレーションに慣れてないから、ね、何が起こるのかっていうとそんなの今、ね、そんなの無理でしょと思ってる人もいると思うんですよここまでもいやいや怖いよ人生は努力なんだよ悪いことが起こるんだよそんなにうまくいくわけないよ私はって本当に思ってる自分がいるわけでしょだからその自分に証拠を持って教えないといけないよね僕がそうだよって言っても自分で証拠を取らないといけないじゃん ね、でどうやってやるのっていうとちょっとずつ自分のラジオ局を上げていくと今度証拠が世に残ってくるんですよ。でその証拠を見て自分でファイナ l y あ大丈夫なんだって。ね、で締めの話としてアインシュタインアインシュタイン博士が、ね、言ってたことがあるんですよ。でそれは ね、彼がちょっとあのクリス通訳みたいな感じなんだけどラフで言って,いるのは言ってたのは、ね、これ人間やってるんだったらこの質問をするどう答えるのかによって自分の人生が大きく変わりますとそれは宇宙っていうのはユニバースはフレンドリーな場所なのかまたはユニバースっていうのはフレンドリーじゃない場所なのかこの質問をどう答えるかによって。 人生が大きく変わります、ね、人生はフレンドリーなんだって信じられてそれを知れるようになる。That's your knowing。もう知っているっていうレベル。すごいねあのこのあの、この道をね、たくさん歩かないといけない。あのあれ歩いて、皆さんね、もうやってる方たちいっぱいいらっしゃるから、ね、分かると思うんだけど、ね、その道を歩いていって、証拠を見て自分でそれ信頼できるようになる。ね、でそうすると、 自分の成長のチャンスっていうのがよくスモールセルセフが望まない形で現れるとでもこれはね悪いことじゃなくてチャレンジなんだってで私は成長する時期なんだ今ってでハイヤーセルフからの視点でそのチャレンジに向き合っていくと、ね、するとその辛い経験が自分を成長させてくれるわけなんですよ。例えば僕が会ったののは自分のビジネスをスをタートする それ怖かったです僕はちょっとあのねなんかサラリーマン的な仕事をやっていてで本当にあのー、それが当たり前ねあのー、そういう形で働いてたんだけど思いっきりこれやったんですよねそしたらこれが今僕が本当に今ねリアルに仕事として今日木曜日ですよ木曜日に仕事としてこれが本当にできるわけなんですねあ,ありえないこの国でこういう場所で。 もう全く想像できなかったことがあるんだけどでも僕はこの仕事を辞めるっちゅう倒産するかもとか自分の会社を作るとすっごい怖かったんですよ。もうこれ以上怖いことがなかったのね。ね本当に倒産する目の前ででもこれ倒産してもね堂々とその時子供がい,たいなかったんだけどこれ倒産しても堂々と子供にこれはチャレンジしたよお父さんは失敗したけどチャレンジしたよって言えるよねってでやったら成功できたんですよね。ねでもその恐怖を 恐怖はあったんですよでその時に僕がスモールセルフねわあやっぱり無理なんだもうやめようやめようと思っててやめてたら今の私がいないとねそのよう感じなんだよねでその宇宙を信頼できるユニバースを信頼できるようになってくるっていうその証拠をつかめるようになると人生がユニバースは信頼できないよって思ってるラジオ局に合わせている人と全く違う人生になります全く違う人生ですそれもうギャランティーです ね、同じようなチャンスが現れてももうその見方が全然違うから受け取り方が違う自分の人生が自分のラジオ界が今度反映されていくからそれこれ共鳴だからこれ科学だから全く違うことになるんだよねだから、ね、ちょっとずつアライメントを取っていく That's all we gotta do アライメント自分の家事自分のどの方向性アチューメント上げていくバイブレーションちょっと高くしようもっと幸せでよ笑顔でよあ今低くなってきたなリチャージしようリチャージしようリラックスしよう信じてみようねそうすると運が 運が入っっててくるっていうか、ね、そうかそなりますよねでも「ダメだよそんなこともやっちゃダメだよもっと努力しないといけないんだよリラックスしちゃダメも食べたくないとあ何がリチャージなんだよもっと努力しないと!」ってそう思ってたらその「運が入れない」っていうか自分の部屋のドア閉じてるから「ね、何やってんのここ暗いんだよ!」ってでもちょっとルースにして光が入ってくるようになると「あれこれ光かも」ってなってちょっとずつ信頼できるような感じになるんじゃないかなと思いました。 Right、なので本当にね、ちょっと長いビデオだったんですけれども、最後までお付き合いしていただいて、本当にありがとうございます。ポイントは、アライメント、自分のアチューメント、どのラジオ国に合わせるんだって。ね、自分が低いラジオ国に合わせてたら、その責任をどうしてもね、その世界を作っていくのは自分だから、その責任はどうしても取らないといけないから。ねその嫌,な嫌だったら、自分がポジティブでいるだけで世界がマジ変わるって。本当にそうだよ。でよくしていこうよ。 ね alright you guys お。お互いありがありがとうございました。最後まで見てきて。Thank you so much for watching till the end.、ね、お互い頑張っていきましょう。じゃ、またね Thank you! ブルーいるかなブルーあそこにいる。<laughs> ブルー昼寝してました。alright you guys, thank you so much. I'll see you next time. じゃね